ず自由に探検して掃除もしないで遊ぶだけ遊んでやめた。なかなかないかそう。いつも広がってる花よつよさんの控え室のも入れたし、あの控え室から披露宴の会場、短い会場のあと2分バルコニーとかにも出れたし、だってこれさ、消えたはずがないよね。消えたらダメでしょ。隣は一気に消えたけど、その隣またつけっぱだわ。あ、消えた。あ、見て、おっさん。でもやっぱ早かった。普通にそんなの方が良かった。あ、本当だ、すごい。面白い。パシートが消え始めた。